弘前城は石垣にそびえる天守閣とともに桜の名所ですが、冬もまた格別です。道の区五大雪祭りの一つ、弘前城雪灯籠祭りは昭和52年1977年にスタートしました。おいて門をくぐると一面の銀世界、桜の時とは一変します。カメラを持つ手は寒さに震え、柔らかく見える雪の下はカチカチに凍りついています。つるつる滑りながら悲鳴を上げての撮影、でも来てよかったと思わせる雪景色です。雪灯籠の随所にねぶたの鏡絵、見送り絵などがはめ込まれています。天守閣も雪と光に相まって幻想的な世界へ誘われます。残念ながら天守閣は石垣の工事のため移転されています。ちなみに天守閣が石垣の上に雄姿を見せるのは10年ほどかかるそうです。ここでは雪灯籠は市民手作りです。一期私も参加しました。200基に及ぶ大小さまざまな灯籠や雪像が公園内に配置されます。明かりが灯され、たくさんのミニかまくらや雪像は照明に浮かぶ雪と光のファンタジーです。弘前ねぶた祭りに使用されたねぶたの鏡絵、見送り絵などを再利用した美しい回廊が見られる。この幻想的な津軽錦絵大回廊が雪祭りに花を添えています。錦絵を見、お囃子を聞きながら会場を後にしました。